さんこんにちは。ゆうたです。そしてね、目の前に見えますこの小林シャッターの大ケース、約13リッターの容量のあるこの小林シャッターの大ケースの中はですね、僕がね10日前に組んだルンバッシャー増加部とギアス増加部とルンバッシャーの産卵セットでございます。お父さんはこちらですね。非常に大きいカブトムシでございます。まあね、幅がすごいね。幅がねかなり大きい増加太の一種でございます。ということでね、今日はこのルンバッシャー増加太の産卵セットね、バラして卵がいくつ取れるかという動画でございます。ちなみにメスね、上いるんだよね。今ちょうどずっとね見てなかったんですけど、今日はいますね。上に餌もねバッチリ食べてですね、めちゃくちゃ元気ですね。まだまだ、まあまだ10日なんでね、とりあえずこちらに移動して、はーい、お母さんですね。すぐ潜っていきますね。ちょっと餌与えておきましょう。ゼリーあげたらね、かぶりついてくれました。はい、今日はね1回目の採卵でございます。まあ、ゼリーもねガンガン食べてくれてるし、ね1週間初めて見たんじゃないかな、この1週間で。なんで多分ね、結構しっかり産んでくれてるんじゃないかなと思います。何個かな、まあ、目標言いましょうか。今日は珍しくね目標言いましょうか。やっぱね増加太なんで、結構ねうちではねそんなに孵化率が高くないような気がしますんで、まあ、たくさん欲しいよね。30から50ぐらいは幼虫が欲しいので、まあ、1回目ね、最初の1週間なんで、まあ、10日か。10日なんで、どのぐらいかな。今回で、まあ、30取れたら、多分目標はクリアできるかな、という感じかな。はい、じゃあ行きますよ。よいしょ。いや、今日はね、期待できる、マジで。あ、見えてる卵。確かね、今1個見えてたような気がするんだけど、あれ気のせいか。あ、たたたたたた、ここ見えますね。ここ見えないね。いや、うわ、でっか、卵でっか。あ、でっか。これヘラクレスとかもやってるんですけど、え、さすが、待って、こんな卵でかいのか、増加太。やば、増加太の卵でかっ。はい、じゃあ今日はね、このティッシュを濡らしたこのケースにね、一個ずつ入れていきまーす。いや、びっくりだわ、こんなでかいんだ。めちゃんこでかいな。ほんとにでかい。びっくりした。はい、じゃあね、何個取れるでしょうか。あ、もう一個あったな、ここ。ここにありますよ。ほら、見える?パカ。うわ、でけえ。マジででけえ。本当に大きいな、卵。ヘラクレスとかとはやっぱ比にならないぐらいでかいですね。僕、ヒメゾウもやってるんですけど、ヒメゾウとも比べ物にならんぐらいでかい。やっぱ増加太だわ、しっかりね。でね、卵もね、しっかり白い卵を産んでくれてるんで、きっとね、管理さえ上手にいけば、孵化するんじゃないかなと思います。あの卵のサイズ見るとやっぱ、これ大ケースでもちょっとちっちゃいぐらいなんでしょうね、やっぱり。まあ僕もね、そうかなと思いながらですね、結構持ち運ぶのが大変なんで、今日はね、小馬車の台で組んでるんですけど、本当はね、多分コンテナ、もう2、30リッターあるようなケースで組むのが多分一番いいと思います。で、容量がね、こうやって少ない場合はですね、やっぱ頻繁に採卵すると、まあ卵もね、減らさずにしっかり取れるんじゃないかなと思います。終わったー。あ、でもやっぱ、もともとね、多分空間があるんですよ。空間があるんですけど、こうやって空間がね、もうなくなっちゃってる時があるんですけど、多分それは近くをね、潜ったからなんじゃないかなと思うんで、やっぱ容量をね、本当は、もうちょっとね、大きくするといいんじゃないかな。でね、多分増加太ってね、何が難しいのかっていうと、めちゃくちゃ食うんですよね。で、結構ね、上徘徊するんですよ。まあ、マットが気に入らないのかもしれないんですけど、結構上を徘徊することが多いので、今回ね、このルンバッシャーは、今のところそんなに徘徊してるって感じじゃなかったんですけど、やっぱりね、餌めちゃくちゃ食うんすよね、本当に。とにかく。1日何個食うんだろう ?4 つぐらい下手したら食うんじゃないかな。で、産卵中ね、やっぱ餌切らしちゃうと、やっぱ上徘徊しますし、産卵行動をね、やっぱ止めてしまうと思うんで、ほんとね、産卵セット一番のポイントは、僕ね、餌をとにかくあげることだと思います。ヘラクレスとかもそうなんですけど、ヘラクレスと比べても多分倍以上食うと思います。この増加太はね。まあ、オスもね、やっぱめちゃくちゃ食うんで、オスの管理もね、めちゃくちゃゼリー代かかります。正直ね。まあ、その大した金額じゃないとは思うんですけど。
ね、2日に1回ぐらいやんないと、相当大きいケースじゃない限りは餌切れしちゃうんで、僕もね、2日に1回はこのサンラセット開けてゼリーあげてる。そんな感じですね。2日に1回6個あげてるんですけど、ちょっと足りてないような気がします、正直。もうちょっとあげてもいいかなと思うんで、ほんとね、1日3つ4つは平気で食ってると思う、多分。いやでも大型の株とね、大型のこの増株と、僕初めて産卵セット組んだんですけど、初めて採卵してるんですけど、めちゃくちゃ卵でかいね、マジで。びっくりする。米粒超えてくるんだね。やっぱね、増株と卵大きいよねってよく言うんですけど、びっくりしました、正直。ヘラクレスとか全然大きいんですけど、比にならないぐらいでかい。倍ぐらいあるんじゃない？体積で言うと。で、今日ね、使ってるマットは、まあ、ヘラクレスとかね、他のカブトムシに使ったマットをですね、ふるいにかけて冷凍したもの、まあ、リサイクルマットって僕は呼んでるんですけど、それと、フジコンさんのね、ディープフォレストってやつを混ぜたものになります。うちのね、ゾウカブト、メガソマ系のセットはね、大体全部これだね。で、結構ね、このディープフォレストメガ荒いんですけど、さっきからね、こういう木くずが出てると思うんですけど、いいのか悪いのかわかんないですけど、多分いいんだと思います。めちゃくちゃよく産んでくれます。で、やっぱりね、そこの方のかっちり固めたところに産んでくれてるんで、もうね、次のセットからは、やっぱ上までしっかりね、固めてセット組もうかなと思います。この辺もあるんじゃないかな。なんか玉にしてるって感じじゃないね、意外と。ヒメゾウとかだと結構繊維をね固めて塊にしてねその中に産んでる感じするんですけど、なんかそんな感じあんましないな。お、あったあった。なんかでも思った以上に出てこないな。なんかもっとバンバン出てくると思ったんですけど、おっと、なんかもう一息だよね。もっと出てくるかなと思ったんですけどね。でね、僕最近ね、卵の管理をね、小映えシャッターでするようになったんですよ。まあ、ずっとクリアスライダーとかプリンカップでやったんですけど、まあ、ちょっと小映えの絡みがちょっと気になって、小映えシャッターにしたんですけど、どうもね、小映えシャッターでの卵管理が僕うまくできてないらしくてですね、最近ね、孵化率がすげえ悪いんですよね。これほんと反省点なんですけど、多分乾燥しちゃうんですよね。で、時期的にやっぱ寒くなってきて、湿度も下がるんですよ。僕、加湿器とか部屋につけてなくて、どうもね、卵乾燥しちゃったっぽいんですよね。それでね、孵化率が、まあ、落ちてる感じなんですよ。僕の部屋ではね。なんで、ちょっとね、いろいろ考えて、今日からまたクリアスライダーに戻そうと思います。で、下の方はね、しっかり詰めてですね、マットを、割とね、割と詰め気味にして、で、加水してから、その上に卵を置くと。で、その上に、マットをね、もうちょっとかけるというね、管理にしていこうと思っております。いやー、ほんとね、シャム、めちゃくちゃ取れたんですけど、1回目の方のね、孵化率が多分悪いんですよね。70個ぐらい取れたのに、77個か。卵取れたのに、10匹ぐらいしかまだ孵化してなくてですね、もう1ヶ月以上経ってるんですよ。1ヶ月以上経ってるんだけど、もう10頭ぐらいしか孵化してないんですよね。いや、めちゃくちゃショック。おっと、あった。卵自体はね、もう真っ白でめちゃくちゃいい卵だったと思うんですけど、多分ね、僕が乾燥させちゃったんだと思います。いやー、辛いよね。本当に辛いよね。いや、まさか。だからね、皆さん卵管理ね、まあ僕がね、ちょっと、まあ適当にと言いますか、まあ管理の方法を変えたにもかかわらず、あんまりね、気に留めずに、管理しちゃったもんでそうなったと思うんですけど、ほんと気をつけてください。やっぱね、プリンカップでするのは一番なのかもしれない。まあ、みんなに聞くとね、やっぱみんなプリンカップ使って卵管理してるんですよ。まあシャムとか特になんですけど、結構産んでくれたんで、70個プリンカップに入れるの結構プリンカップいるじゃないですか。でそこをね、ちょっと横着しちゃってしまった。ちょっと適当にしてしまったところあると思うんで、ちょっと反省ですね。今日からは、まあ、10個ぐらいを目安に、クリアスライダーのね、ちっちゃい方の、普通のクリアスライダーの方にね、入れていこうかなと思っております。最大10個ぐらいをね、目安にした方がいいかなと思いながら、クリアスライダーの方がね、実際積み重ねもしやすくて、湿度もね、乾きにくいという感じになってると思うんで、いやーほんとね、ショック、多分乾燥させちゃったんだと思います。で、ちょっと前からヘラヘラとかも、多分ちょっと乾燥気味で孵化率が悪かったりとかした時もあったと思うんですよ。で、まあなんとなくそうなのかなぐらいでほっといたというか、まあ適当にしてしまったんで、めちゃくちゃ反省してます。ほんとね、ちょっと、まあまだ孵化するとは思うんですけど、
いや、姫像もね、多分乾燥しちゃってダメになっちゃった方は、前はね、2、3個あったんですよ。要は、2ヶ月ぐらい経って、幼虫になった状態でね、卵管理してた小馬車をこうひっくり返すとですね、2、3個、多分そのままの形の白い卵が出てくるみたいな状況があったんですよ。最初なんだろうなと思ったんですけど、あれ多分乾燥してるんですね。あれ多分乾燥して、まあ、卵をダメになっちゃったっていうパターンだと思うんですよ。普通はね、よく腐ったりすることがあるんですけど、あれは多分違う理由だと思うんですよ。ただね、その卵の形を残したまんまね、2ヶ月も、3ヶ月もね、そのままでいるっていうのは多分、乾燥しちゃってるんじゃないかなと思います。いや、超反省。皆さんほんと気をつけてください。まあ、多分、そんなことしないと思うんですけど、僕がね、ちょっと脱プリンカップを考えてまして、プリンカップってね、やっぱ捨てちゃうんで、消耗品になっちゃうんですよね。で、結構スペース取るんですよね、プリンカップが。なんで、プリンカップ極力使いたくないっていう立ち回りをね、僕一生懸命してたんですけど、まあ、それがね、こんな形でね、反映されるとは思いませんでした。いや、ほんと失敗だよね。クリアスライダーはね、まあそこそこいいと思うんで、クリアスライダーの時は割とやれてたと思うんで、クリアスライダーに一旦戻します。皆さんがね、どんなね、卵管理してるか僕も結構ね、いろいろ聞いて回ったんですけど、そんなにやっぱりこう、みんな決めたことがあってですね、自分の思うことがあって、まあ、いろんなやり方があるわけなんですけど、まあ、いろいろ聞いてね、いいことは吸収していくのも、まあ、一つのね、鍵なんじゃないかなと思います。ここにあるね。いや、そりゃダメだよね、乾燥したら。普通に考えてさ、昆虫の卵なんだからさ、乾燥したらダメじゃん。それをね、ほんと、割とね、こう詰めて上の方に適当にこう穴を開けてですね、ちょっと見えるか見えないかぐらいの軽いノリで、まあ、軽く土を乗せたぐらいの状態で管理してたんで、乾燥しちゃったんですね。ダメだわ、ほんとダメだと思います。で、あとはね、みんなのセットと比べて僕の多分カブトムシのセットって割と乾燥気味なんですよね。っていうのも、まあ、目の洗いね、マットをよく使うので、このディープフォレストなんかは結構使うとわかるんですけど、結構加水してもね、採卵するときはもう結構パラパラだったりするんですよ。まあ、今はまだ大丈夫だけどね。でね、その辺もね、ちょっと影響してるんじゃないかななんて思っております。終わったー。こんな硬くすんの？めちゃくちゃ硬いんだけど、この辺。こうやってね、こう、産卵床っていうか、こう、卵の周りちょっと固める、まあ、習性は結構カブトムシみんなあると思うんですけど、これを考えると結構やっぱり、卵を管理するところって、結構土ガチッと固めてもね、結構大丈夫なのかなって思っちゃいますよね。あんまり硬く詰めるとね、特にヘラヘラなんかがそうなんですけど、なんかあんまり調子良くないんですよね。終わった。めっちゃ固めてるもんな、これ。めちゃくちゃ固めてあるもんな。終わったー。終わったー。落ちてる落ちてる。終わったー。いやー、でもガッチガチに固めてんな。ちょっとね、尋常じゃないぐらい硬いんだけど。この辺卵あるんだよな。めちゃくちゃ固めて良さそうですね。やっぱ、一番最初ね、開けた時も、そこに一個あったでしょ？ってことは、多分結構そこまで潜れてるってことなんで、まだ一番下ね、もうちょっとガッチガチに詰めても良さそうっすね。はい、じゃあ最後のブロックっすね。一個あったやつだけど、カチカチだもんな、これ。さすがに最後の最後はないか。ないかな。よいしょ。ないかな。はい、終わりだね、これで。はい、オッケー、終わり。多分ね、さすがにこのサイズの卵なんで見落としはないんじゃないかなと思いますけど、またね、どうせ詰めていくんで、その時見ながらね、詰めていこうと思います。はい、今日はね、ルンバシャゾウカブト、ギアスゾウカブト、ルンバシャのね、採卵でございました。1回目の採卵で10日ですね。今日は10日、10日間潜ってもらって、何個取れたかという結果発表でございます。だだだだだだーん！何個？ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 か。おー、まあ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 。目標ね、30とか舐めたこと言ってましたけど、このサイズの卵なんでね、多分30は結構きついな、このケースだと。やっぱね、1週間ごとぐらいに採卵した方がいいかもしれないですね。まあでも10日で14個なんで1日1個以上ね、取れてるんで、まあ出来としてはまあまあなんじゃないかなと思います。で、卵はね、このクリアスライダーに、まあ、適当にマットを詰めてね、乾燥しないように管理していこうかなと思います。
メスちゃんもね、まだめっちゃ綺麗だね。お前ほんと産んだ土の中潜ったっていうような体してますけど、しっかり産んでくれてました。まあね、セットまた組むんで、どのぐらいなんだろう、多分ヘラヘラよりはちょっと寿命短いと思うんすよ。だからでも2ヶ月はないかな、1ヶ月半ぐらいは卵産んでくれるんじゃないかと思うんで、まあ頑張ったら100個いけるかな、計算上は。計算上はね、うまく取れればまあ100個ぐらい取れるんじゃないかなと思いますんで、まあ多分ね、採卵動画はもうないかなと思いますけど、またなんかね、変なことがあればまた動画にしていこうと思います。このね、あのルンバ社については幼虫飼育の方もね、しっかり動画にしていきますので、気になる方はぜひね、チャンネル登録の方よろしくお願いします。ディープフォレスト藤子さんのね、不要マット使ったあのセットなんですよ。もしね、あの増加物する方、ほんと再発酵とかがマジでなくなるんで、めちゃくちゃおすすめです。目が荒いのがね、まあいいか悪いかちょっと難しいんですけど、あ、その辺はね、ちょっと水分の調整とかいろいろあると思いますが、クリアできればね、かなりあのいいんじゃないかなと思います。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。意外と警戒すんだよな、触ると。チュンチュン。